長官時とは、パーソナルメディア株式会社が開発、販売する、ブトロンさん仕様の AT 互換器用、オペレーティングシステム。正確には、オペレーティングシステムは、B ライト、V で、標準搭載のフォントアープロ、表計算ソフトなどを含めた全体が長官時である。2014年現在の最新製品バージョンは、長官時 V。 最新パッチは2009年6月11日リリースの B-Lite VR 4.540ブトロン3仕様に準拠。トロンコードに基づく18万文字のサポートタット、ファイル形式のサポート実味、仮見モデルのサポート文書処理、表計算ソフトなどの標準搭載警戒な動作、呪文データを使って何かをするためのソフトをアプリケーションと言い、それ以外を 小物ソフトウェアと呼ぶ。他の一般的な OS がディレクトリを用いたツリー構造のファイル管理をしているのに対し、ブトロン使用 OS はユーザーが触れるハミはすべてハイパーリンクで繋がったネットワーク構造のファイル管理を行っている。ファイルシステム自体がハイパーテキストになっていること、すべてのファイルを開いた仮りみと呼ばれるプレビューモードにできることから、 超官時内のコンテンツは動的に編集されるウェブページのような状態になっている。そのため、この利点を生かして、これをそのまま他の OS からも閲覧できる HTML に変換するソフトウェアがパーソナルメディアから発売されている。事実上すべての漢字を扱える強みを生かして、パーソナルメディア純正の辞書ソフトが販売されている。ただし、OS として、 アラビア文字の右から左などの所持方向には対応していない。また合字などの処理についても言語、自主によって対処の仕方が異なる。そのためそういった言語は文字単位での使用に限られ文章としての利用は現時点ではまだ実用段階にないと言える。長官時4までは基本的には PCAT 互換機で動作するが、 相性問題などによりうまく起動しない、あるいは一部機能が使用できないなどの現象がある。長官時はウェブサイトからダウンロードできる動作確認ディスクを用いることで事前に検証できる。長官時 V からは VM ウェアプレイヤーが動作環境となった。長官時4まではそれ自体が OS であるため Windows アプリケーションとして使用することはできなかった。そのため、 長官時用のパソコンを1台用意するか、ハードディスクのパーティションを分割して登録する必要がある。長官時4の場合、今使っているパソコンのハードディスクを初期化せずにそのままパーティション分割するシステムセレクター2というソフトウェアがパッケージに同梱されている。最新バージョンである長官時 V では、VM ウェアプレイヤー上での動作を前提とすることに、 なったため、今までは実現できなかった以下の機能が可能となった。ありがとうございます。